안녕하세요미소입니다안녕하세요네카입니다今日は私たちの初場所、初会い場所のカルスキルに来ました。しかも今カルスキルなんか道を塞いで、うん、イベントみたいなのしてるらしくて、しかも今日韓国今日から3連休で人めっちゃ多いらしいよ。ってホコ店みたいになってる。なんだホコ店って。あの銀座のさ歩行者通行みたいな。そうそう、なんか、ね、買い物とかめっちゃしたいしさ、したい。これここが私とせいかちゃんの初の場所。ここもともとドラッグストアだって。ここで会いました。よくなんでせいかちゃんと仲良くなったんですかっていう質問をいただくんですけど、私がもともと中学校ぐらいからファンだって、で YouTube 始めたタイミングでせいかちゃんが私のことを見ていてくれたらしくて、インスタグラムのフォローがある日帰ってきました。私はもうその日震えましたね。それでたまたま韓国を歩きよったらせいかちゃんと韓国のここのさっきのドラッグストアですれ違って、えみたいな、ええみたいになったのが出会いです。もう運命です。運命じゃーん。プレイウィズアウト。なんか変な感じするみそちゃんも韓国いるの。いい名前。しかも今日クラッシュ。クラッシュ。クラッシュ。ジョイの彼氏来るらしいよ。そうなの。そう、なんかそういうイベントらしい。え、なんかめっちゃ物売りよりよ。本当だ。え、なんかさこういう感じなんか懐かしいんだけど。屋台みたいな。海外みたい。海外だ。いや海外だけどね。ね、お揃いのおもろいさパジャマかもや。お揃いのパジャマ着て今日一緒に寝よう。いや。あ、寝るのよ。うちらの犬多分大きいよね。大きい。パフォーマンスするんだって。移動部宅でですみだ。なんかハロウィンかな。告白されるんじゃないよね。ありがとうございます。バチラバチラバチラ。バイバイ。選ばれました。選ばれました。選ばれた。よかったよかった。ね、服買いたい。ね、洋服買わない。ね、どこがいいんかな。なんか手当たり次第入る。入ろう。適当に入ろう。え、美味しそう。全部美味しそう。甘いの食べたいです。さっきご飯食べたのに。わ、なんかさ、ね、結構美味しそう。めっちゃ美味しそうじゃない。ね、美味しそう。なんだましてよ。あ、なんかすごいよ。なんでよ。ハロー。はい。ナイスミーチュー。え、でもさ、こういうのがありすぎて服屋さん潰れてるけんどこ入っていいかわからないね。こんな潰れちゃった。そう、やっぱビビるよね。え、やばくない。やばいよ。前なんてさ、ここら辺洋服屋さん全部バーってあった、うん、ね、ヴィンテージショップ。え、かわいいやん。涼しい。それもシャネルとかめっちゃかわいい。ジェニーになれるんじゃない。ね、かわいい。かわいい。おいくら、おいくら。68万。かわいい。かわいいですか。え、てかめっちゃ安いんだけど。安いね。これいくらだと思う。何本。これ1200円。やば。明日これでよくない。うん、もうそれで完成やん。てかさ、一個気になったことがあってさ、何何他の人もね、花持っとる。あの花、あの男は誰にもかんでも告白しようかな。マジバチェラ何本マジで。うちらまだ序盤なのかもしれない。え、これ絶対可愛いよね。これ可愛いですよ。 50% オフで元値が8900円、ゆでる4000円。ほら、あの人も花もらってる。あらま、最後この店普通にいいね。ここ初めて入った。いろいろある。あ、映えるな。映えないでしょ。誰これ。わかんないけどかっこいい。かっこいいね。なんかおしゃれだよな。かっこいいな。適当に入ったカフェやけど普通におしゃれ。結構歩いた。あ、ちなみにハランボンだな。あ、おいしそう。おいしそう。おいしそう。しかもこれただのワッフルじゃなくてクロッフルって言って、うん、クロワッサンとあのワッフルのハーフやけん下パリパリ。最高じゃん。やばいやばい。絶対めっちゃパリパリじゃん。え、音やばない。やばいやばい。うん、美味しい。めっちゃ美味しい。うまっ。うまっ。うまっ。確かに普通のワッフルよりこっちの方が好きかも。うん、イエーイ。私の大好きなジェニタン。サングラス屋さんとかなのにさ、全然サングラスっけないよね。そうなの。ほら、気置いとるよ。わ、めっちゃいい匂いする。あ、なんかえ、それが田舎。うん、田舎の匂いする。かわいいやん。これが定番っぽくない。かわいい。これもかわいい。すごくない。はい、ジェントルモンスター行ってきました。西条陣出身にはすごい難しいサングラスがいっぱいでした。でも高いわ。2万なんぼとか3万とか。イエーイ。急に切り替えちゃった。ごめんね。さっき昼来たんやけど夜の方がなんかキラキラなって。お祭り感が半端ない。あそこがメインなんですね。あそこでコンサート先やりよったらしい。楽しすぎてやばい。
韓国マジ最高。おもろいね。1日目でこんな充実するのはやばい、ね、ここが結構暑いらしい最近。ここもジェニーなんや。あ、ジェニーじゃない、あ、ジェリーって、ジェリーって言って、かわいい。ここが最近韓国でめっちゃ暑いらしくて、私ようわからんねえけど、とりあえずちょっと人気って言ったら行くしかないやん。ちょっと行ってみたいと思います。めっちゃ可愛くない？可愛い。ろうそく？可愛くない？これ匂いあれなのかな？違うんかな？マス、ムスク。え、こういうのってさ、お風呂でやるの？お風呂。ウォータージュニーパーシェー。え、全然読めない。とりあえず匂いで選ぼう。ハンドソープ的な？なんかチェーンみたいなのついてる。これ00番が一番人気らしいよ。なんかそんなに高くないけどめっちゃいいみたいな。え、馬買うんですか？え、生きとんかと思った。生きとんかと思った。一瞬ちょっとドキッとした。カフェラテです。いちいちおしゃれ。乾杯。葉っぱ立っとるよ。葉っぱ立っとる。葉っぱ、葉っぱ立っとる。やばい。しかも生。これは何？ここについで食べるんだって。はいはいはい。これついで。あ、で、カムサンミラ。ついてくれた。お嬢様みたい。食べさせてくれるかも。このまま。あ、で、え、分厚。分厚。え、あ、分厚と思ったら玉ねぎだった。皆さん喜ぶサウンド聞いてください。このサウンド。やば、ASMR。やば。あく、うん、うまっ、こ、おいしい。出てこない。はい、今日はこんな感じでセカちゃんとカロスキルで遊んだんですけど、どうだったかでしょうか？久々すぎて楽しかった。マジ楽しかった。私らの出会いのカロスキルにもこれだし、本拠にね、来たからね。次はまた違うところ旅行行きましょう。バイバイ。以上、みそでした。イエーイ。